3月2日月曜日夕方5時35分のホームポイントは、そよ風程度というか、そよ風よりはちょっと強めの温床が右前から吹いてきますね。海にはさっき左奥いい感じの腰原程度のやや短波気味の波がブレイクしてましたが、あ、今もしてますね。ホームポイントの右もそれほどピンピンではありませんが、しっかりとした温床が正面から吹きつけてきますね。マイク部分を手で覆って録画し撮影してますが、海はややダンパー気味ですけど、腰原程度のマックス腰原程度の波がブレイクはしてますね。気温は11度ぐらいですね。風はそれほど強くはない温床は、海はややジャンクな感じですが波はありますね。一番いい時を逃しましたね。ちょっと昼から用事があったんで、今用事が終わって駆けつけてきたんですけど、残念でした。